先日ね、うん、ポカポカ出ました。フジテレビのね、うん、ポカポカに出させていただいたじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、でまあまあそれの反響みたいな話なんですけども、はいはい。まあ大体なんかそれこそシティホテル3号室の押田さんが、うん、芸人やってることを親に言ってなかった。で、ポカポカで気づかれたとか、ああ、ね、なんかそのいろんな、大体やっぱ身内、そう、全然連絡来てなかった友達が久しぶりに連絡してきたと思ったらポカポカは見たよとか、はい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 、なんかそういうのじゃん、うん、全然そんなんじゃなくて、え、周りからとにかく身内とか友達とかなんかそういうのから一切来なかったな、うん、で、まあその日の夜なんだけど、ポカポカに出演したその日の夜に、うん、まあ、夜勤でね、バイトに出てたわけ、うん、でその間も特に何もなくバイト上がって帰るってなった時にそのまあ夜勤のリーダーの人が、お、なんかテレビ出たんだって今日みたいな、え、あれってだからけどお昼の生放送の番組だから、うん、正直そのなんていうの、一緒の時間帯で働いてる人絶対見てるわけないじゃんって思ってたから、うわ、なんだ、なんか変なタイミングでバレたなと思って、うん、そしたらなんかいや、有金の人が言ってたよって、一番最初の反響、顔も知らない有金の人なんだ会ったことないから、その人リーダーとかじゃないと、